もう、限界だ。俺には理由がない。プライベートなんてないんだ。例えば俺が日本に行ってエッチな本を買った時だ。パパ、今度の本はちょっと抑えめね。前までの過激なタイトルは買わなかったの。早くそれ読んで。仕事で娯楽に飢えてるから、パパの娯楽を思考で楽しむしかないのよ。結果はことあるごとに思考共有。つまり俺と結果だけのテレパシーで話しかけてくる。うん、でも頼むから俺の思考をいじらないでよ。楽しみが減っちゃうから。いやー、胸大きいとか際どいとか見えそうとかの思考を見るとどうしてもね。いいだろ、それが楽しいんだから。いやー、あの本は当たりだったな。これは長い間余韻に浸れるってもんですわ。パパさん、ことか、どうしたの。お胸が小さくてごめんなさい。待って、ことか大きいよ。なんでいきなり。だってパパくんの見ていたエッチな本の女性のお胸が大きかったんです。それは誤解だ。俺はグラビアの人すごいなーって思っただけで。というか、見ないでよ。ことかだけ自由に見られるのって不公平だよな。俺もことか目線で自由に見てみたいよな。まあ何をとは言わないけど。女子更衣室とかでしょ。パパもまだまだ発情期ね。せめて思春期って。というか月下、よほどのことがない時は思考共有切っててよ。日常の思考を覗かれ続けたらたまったもんじゃないよ。はいはい、黙って見てるわよ。やめないんかい。パパも私の思考を覗いたらいいじゃない。嫌だよ、他の人の本音なんて見てたら気が滅入る。とりあえず部屋戻ろう。おやおや、先ほどまでお楽しみでしたね、パパさんや。同人誌系とビキニ雑誌系をたしなんで心浮き浮き、思考桃色タイムは楽しんできたかな。いいんだよな、もう一人俺の思考を見てくるやつ、しかも感情も込みで。聞いてたのか。私は不純な意味じゃないよ、パパの精神状況を把握するためだから。じゃあ初っ端からエロ本いじってこないでよ。ガンガン私欲に使ってるじゃん。まあまあ、私はパパの全てを知ってるんだから今更って感じだよね。初めて読んだエロ本、家族に隠れてやってたエロゲー、それっぽいサイトがないか探り、ギャルゲーでは。やめて、分かってても相手から言われると泣きたくなる。あ、でも気をつけなよ。互換関係や欲求みたいなものはアリシア様にも伝わるんだから。パパ様、今ちょっといやらしい気持ちになってる。欲求と互換が分かってしまうのは申し訳ない気持ちはあるけど、私にしかできないことだから受け止めてやれないと。アリシア様に感謝しなよ。パパの視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚全部分かってしまうのを感じないようにしてるんだから。でも欲求は分かるんでしょ。まあ、それはアリシア様も知っておかないとって言ってたしね。食欲があれば食事を、性欲があれば相手を、睡眠欲なら睡眠を、じゃあまたの欲求の対処ができないしね。さすがもともと俺の秘書候補ってだけのことはある。アリシアが秘書の時は俺のやりたいことを事前に全部実行してたもんな。秘書、アリシア様の方が良かった。アリシアもいいけどソルテもいいよ。ソルテも俺の欲求わかるし、本音は分かってほしくないけどね。でもある意味ソルテ様の方が今のパパ向きかもね。確かにね。今から移動して次の惑星の現地回りになります。それは俺が行く必要あるの。国王直々に現場に足を運び、現状を把握し、正確な認知と的確な指示を行うためですね。なるほど、確かに現場の状況もわからない上司が指示をするから食い違いがあるってドラマとかで見たな。その通りです。お門違いな指示を出すのは現場の士気も下がりますし、効率も悪くなります。それではどれだけ人員が良くても意味が。どうしたの、ソルテ。まだ移動時間に余裕がありますね。食事にしましょう。食欲が出ています。空腹は集中力の低下にもつながりますからね。常に万全の体制でないといけません。助かるわ。しくったな、ソルテとはぐれた。地球だからいいけど、これ他の惑星だと不安感半端ないな。もう、あまり一人で歩かないでください。会いたいという欲求が出てましたよ。もう、ソルテ。こういうところが可愛いと思ってしまうんですよね、本当。でも少なからず性欲を出すのは勘弁してほしいわ。まあ、私に魅力があると思えば嫌な気持ちではないですが。そうだよね、結構ソルテ様の大人の魅力でキュンキュンしてるからね、わかるよ。と言っても私とパトさんは同じ年だから遠慮しなくていいのだけどね。待て、何さりげなくいるんだ。いつものことでしょ、秘書ですもの。プライベート。パトくん、失礼するね。はく、よく俺の居場所わかったね。私の専属心の特性でパトくんの位置情報と状態がわかるの知ってるでしょ。そうだけど、それを使ってまで来るのは珍しいからさ。
位置情報はともかく、パト君の健康状況はしっかり把握してるよ。無茶させないためにね。ハクなら知られてもいいや、安心だし。そういえばハク、何か用があったの？せっか様が都合が問題ないなら、呼んでほしいみたいだよ。なんだろう、自分で来たらいいのに。私はかなちゃんとお話ししてるね。また時間があった時に一緒にお出かけしようね。ああ、でも俺の部屋にはいるんだからゆっくりしていって。かなちゃん、おすすめしたいアニメの映画があったんだよ。私は恋愛映画はあんまりだよ。大丈夫、次は戦いながら恋愛する感じだよ。安心。私も離れてた方がいい。この状況だとどっちにしても機嫌悪くしそうだけどお願いします。わかったわ。それじゃあ明日のスケジュールでもまとめておくわね。助かります、ソルテさんや。いえいえ、パトさんや。さて、呼ぶか。主の右腕、チキゼッカ、主の命によりここに見参せよ。ゼッカ、どうしたの、それ。かすり傷よ、ちょっとめまいするけど。治療治療、ちょっと待ってて。あんまり無茶するなよ、せっかの怪我を見るたびに気が気じゃないよ、まったく。ごめんごめん、でも私が一番未熟者だから積極的に前線に立たないとダメなのよ。言ってくれれば俺の力を貸すよ、そういう特性なのに。誰かの力で強くなるのではなく、自分の力で、これが大事。似た特性を持つラル様は自分の力だけでパトを完全に守りきれる。今の私は足でまとい、だからもっと強くならないと。まあ、ラルはもともと強かったからスタートラインが違うんだけどね。でも同じ役割を与えられた以上、はね。はぁ、頑張りやめ。やる気なのはいいけど毎度私のお世話にならないでよ、せっかちゃん。いやぁ、ヒーラーはやっぱり自分の組織に欲しいわね。パト、ミエルちゃんちょうだい。いやだよ、ミエルは俺のれっきとした身がドルエデンの従属だ。そうそう、どれだけ熱烈なアプローチしてもなびかないよ。なら仕方ないわね、次は優秀なタンクヒーラーね。ありがとう、もう大丈夫だよ。それでなんで呼ばせたの？楽だから、あと終わったからデートの予定をしましょう。というか、狼幻想郷にお呼ばれされたから一緒に行こう。そうなんだ、俺も久しぶりにあの家に帰ってみたいしいいよ。私はちょっとお話ししてるね。ああ、せっかく来たんだしゆっくりしてくれ。俺は一人のようで。全然一人じゃない。考えは読まれ、見るもの感じるものすべて読まれ、居場所も知られる。そしてこの命も。あ、パトだ、何一人で黄昏れてるの？ソフィアか、なんだかんだ言って一番俺のプライベートに踏み込んでこないのはソフィアくらいだな。プライベート、踏み込んだら何か面白いことあるの？気にするな、ソフィアはいつでも気兼ねなく遊びに来ていいんだ、それでいい。まあ、私とパトは生命共同体だからある意味他の誰よりもずっと一緒かもね。私だけが死んでもパトが生きてたら生き返るし、逆にパトが死んでも私が生きていればパトは生き返る。これぞ本当に運命共同体、死ぬまで一生体現した特性、花高だね。そういえばそうだね、つまり俺は死ぬまで一人じゃないんだ。ダメだね、死ぬ時は私も一緒だよ。そう考えると、俺は死ぬととすら一人の時間がないのか。嬉しいような。悲しいような。というかそもそも戦国神って主が死ぬまで生きるんじゃなかったか。なら実質俺は死ねない？無限地獄？そら、そこは無限天国、もしくは当然郷、パラダイスくらい言いなさい、もう。もう、じゃないよ、なら人の思考を除くな、そして当たり前のようにプライベートに介入してくるな。結果ちゃんだね。あ、うんそうなんだ、よくわかったね。え、待って、今脳内に喋りかけた。私を甘く見たらダメだよ、それくらいなら一睡脳と不可能の合わせ技で再現可能だよ。ちなみに結果ちゃんが語りかけた言葉もわかってるからね。すごいわね、やってることが神界の常識からも外れてるわ。これいいね、私もこれからパトの脳内に話しかけよう。被害が増えた。はは、もはや俺に逃げ場なんて。まあ、でもわかってる、このくだり、この展開、そしてまだこのタイミングで現れない。今までの専属神の特性が可愛らしいと思えるほどの馬鹿げたやつが来るんだよ。それはもしかして、私だったりします？ああ、もうわかってるだろ、むしろもう大体のやつが想像できるだろ。メリア、開示してごらんよ、メリアの専属神の特性を。主人、また私をヤバい人みたいなオチで終わらせるつもりですよね。実際、一番ヤバいんだから仕方ないだろ。そんなこと言われたら開示したくないです。嫌です。私またヤバい人認定されたくないです。運命共同体ってなんだ？説明してみろ、メリアちゃん。運命共同体はご主人の情報すべてをこちらで把握することができます。そして V 欠損や故障しても私が正常ならば即復帰可能となります。つまり今までの全部込みでメリアに筒抜けってことか、そうなんだな。はい、ですが私は2年間ご主人の中にいた経験もありますし、今更ですよ、もう自分の一部として認識してますし。俺の私生活を勝手に一部に組み込むな。
まあまあ、私は私欲には使わないので安心してくださいよ、ご主人。俺の今日のエッチな本のネタは参考にさせてもらいます。あと情報が遅れないように全従属に認知させます。私欲に使ってくれる方が数百倍マシー。では今日から私利私欲で使わせていただきますね。どういう意味じゃない、俺に自由をくれー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか、くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。